どうもコウコです。今日はですね、美容師のリアルということで、実際美容師がどれぐらいどんな練習をしているのかっていうのをちょっとみんなに聞いていきたいと思います。コツはいつもどれぐらい練習するの？いつも営業後2頭切って帰ってます。え、2頭って1回30分ぐらい？1回30分でドライまでしてを2回やってます。だいたいじゃあ1時間から1時間半ぐらいかかる。はい、はい、週に何回ぐらいするの？4、5回ぐらいですね。週4、5回。ほぼ毎日できたら、いけるときは。なるほど、はい、ゆうちゃんどれぐらい練習してる？私はだいたいいつも営業終わりから11時10分ぐらいに出ました、ね、っていうのを決めて、すごい毎日。そんな細かく決めてる？決めてる。早く営業が終わっても、その時間を目安。じゃあ8時とかに直帰し終わっても、その電車までにどれだけやるか。ゆうちゃん、レッスン始めるの？はい、パパってして、確かに長時間やってるイメージ。毎日やっても帰れる人かもしれない。あんまりないですね。そうなの、ね、日曜日以外は。そうですね。タコちゃんどれぐらいいつも練習してる？はい、僕は最近、モデルレッスンさせてもらってるんで、モデルさん、例えばカットカラーとカットパーマとかさせてもらって、その後その気になるところをもう1回ウィークで復習とか感じで、だいたいめっちゃ長時間やってることになる。そうですね、7時からさせてもらって10時半とか11時ぐらいまではこのレッスンさせてもらってるって感じですね。もうあれもね、ほぼ毎日。ほぼ毎日、はい、そうですね。モデルさん入ってない時は的場さんのセミナーがあったりとか、そういうので、ま、の別のレッスンという形でさせてもらってます。タコちゃん朝もたまに、はい、モデル呼んで、はい、呼べる時は朝も、はい、朝もやって夜もやって、はい、もうスタイリストに向けて爆走中です。もうすぐですか？はい。赤松さんはアシスタント時代どれぐらい練習してました？私の時はもうがっつり、結構みんなでレッスンしようって感じだったんで、毎日11時45分までレッスンして、で帰るっていう感じだったんだって。あとスタイリストになる直前は日産直々のオーナーレッスンっていうのがあって、ね、コウコちゃんもね、一緒にやりましたね。その時は結構あのデビュー間近のアシスタントたちが集まってスタイリストに向けたカットレッスンっていうのをやってました。結構長時間、結構 ね、 ね、そうですね。最近はどんな感じで勉強してます？最近はもっぱらあのインスタとか YouTube で、うんうん、あの他の美容師さん の、 あのこう動画を見たり、うん、スタイルを見たりで、結構あの美容師さん同士がインスタライブとかで結構こうカラーの仕方とかカットの仕方とかをライブされてるので、それを見て、まあ、質問したりとか、うん、ハイライトの入れ方、バラエアージの入れ方を見たり、なんかこうカットの仕方もこんなのがあるんだなっていうのを結構あの SNS とかを通じて勉強していることが多いです。シャドさんは、はい、アシスタント時代、はい、あ今とちょっとやり方も違うかもしれないですけどそうですね、まあ古すぎてねってはい、そう、もう昭和中の昭和なんで、はい、みんなとはちょっと時代が確かに違うんですけど、なんでしょう。どんな感じ、今とどんな感じでした？練習具合は。練習具合は、私もうほんまに不器用なんで、無理して練習してました。ほんまにもう寝ても覚めても。沢田さんが不器用なのしてました。そう、不器用とバレないためにかなり練習してましたね。いつも遅くまで残ってやってたし、休みの日とかも。お店でも練習してたし、お家でも練習してました。もう寝ても覚めても、寝ても覚めてもやってますね。はい、最近はどうやって勉強してます？はい、いやそう、最近は本当ね、あのアシスタント時代はそういう SNS とかも全然なかったから、そうね、その
雑誌、美容雑誌とかめっちゃ読んでやってたんだけど、今はありがたいことにインスタとか YouTube で東京の美容師さんとか、そういう地方、あの各地の有名な美容師さんの技術が見れるので、あのそれで勉強したりとか、お家にも今でもクランクずっと食べてて、そう、なんか思った時に触れるようにしてたりします。すごいですね。D はどれぐらいアシスタント時代にレッスンしてました？アシスタント時代ですか？はい、どんな感じでした？アシスタント時代は、はい、まあまあ僕らの時はね、もうね、その日のうちに帰れないぐらいです。絶対12時は回ってた。終電とかあったんですか？あの、あ、僕ね、店から歩いて帰れる。なるほど、まあ、電車の時間気にしなくてよかった。そうですよ、住んでるとこ近くね。あ、そうなんですね。僕らの時はもうなんかそういう時代だったんで。へえ、はい、毎日毎日、はい、え、休日は休んでました？僕はスタイリスト前ぐらいになってきた時は、はい、正月休み、実家に帰らずに、はい、自分のマンションでカットの練習してました、はい、もう趣味がないかと。仕事が趣味。すごい、素晴らしいですね。お正月も。最近は、最近はどんな感じで勉強してます？最近も、あのね、最近はね、僕あのインスタグラム見て、ね、で今イケてるのはどんなんかなと思いながら、こうお客様に見して提案して、はい、でやることによって新たな発見はあるんで、今でも勉強してます。日産高校はインスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。ということでインタビューしてきたんですけど、はいはいはい、まあこんな感じでね、うん、レッスンやったんですけど、うん、みんな結構毎日レッスンしてるんですね。やっぱり毎日してるんですか？してますね。えらいね。でも毎日しなくてもまあいいと思いますけどね。あ、本当ですか？うん、そうなんですか？うん、でも昔はもっとすごかったんですよね。ああ、まあまあ確かに ね、 ね、昔はね、あの強制やったから帰れない、うん、帰れない。そうなんですね、うん、あの俺 D と同じとこで働いてたんだけど。あ、そうですよね。もうその時はね、俺はね、あの終電があったから、はい、ずっと遠かったから、はい、あの終電乗らせてくれへんかった。どうやって帰ってたんですか？タクで帰るか、はい、そのお店のスタッフのところにこう泊まらせてもらうとか、っていうか、もうお店で、まあ、俺絶対風呂入りたいタイプやん俺、はいはい、俺風呂入らない、あの次の日そのまま行かれへんタイプやんか。だから、はい、なんか俺いつもいい匂いするやんか。まあまあ俺ね、はい、風呂入りたいタイプやから、はいはい、だからお店でもうだからさ、もう12時超えて、はい、もう帰らせてくれへん。ほんでじゃタクシーで出してくれるんか、お前これで帰れやとか、はい、そう言ってくれたらええやん。それぐらい言えよお前ら、お前らっていうか、あん時のあん時のあいつみたいな。俺だったら言うわ。見てたらどうするんですか？お前お前もうそうなったからこれで帰るやね、はい、言うてくれたらさ、そうです、それはなんか ありがとうございますって、ね、教えてくれて、うんうん、宅代までくれるんかいってなるやん。俺やったらそうするね。俺やったらそうするよ。もう知らん、全然知らんから、まあ、自分家近いからもうパーン寝とんねんお前。ね、まあノリです、うん、ね、ノリ、まあまあね、ノリですよ。そんだけ厳しいかったってことですよね。 それが強制やで。そうですね、うん、終電あるんでとかってな、帰るんか、ね、は帰んの、すごいですね。帰っても営業明日から知らんでみたいなさ。帰れないですよね。そう、帰られへんやん、うん、そうですね、うん、でだからあのお店の中でさ、だから深夜1時とかぐらいから、はい、始発まで粘ってこうね、瞑想してこうやって、はいはい、こうやって瞑想して始発まで粘って、はい、始発に乗って家帰ってシャワー浴びてもう一回出てくるとか、うん、ありましたね。すごいですね、うん、ぶっちゃけありました。まあ、今じゃないですね。そう、今じゃったらもうちょっと問題にもなりかねんから、だから今はね、だからね、その
まあ言うてもうちでもあの公式のっていうか、まあ、一応出てくださいねっていうレッスン見て、まあ、週に1回だけなんですよ。そうですね。それ以外はもう一応自由でも、レッスンしたい人は、うん、あのやっていいですよって言って別に、まあ、お店を開放しているという、はいはい、まあ、そういうふうな状況なんですけどね、はい、でまあいわゆるレッスン日が1日だけなんですよ、はい、でよくね面接とかでもね、あのレッスン日は週に何日ありますかとか聞かれるんだけど、うんうん、やっぱねレッスン日でねレッスンをするという、まあ、感覚になってある方がね、あ、まあやっぱり初めは、まあ、宇宙はそういうことは言わないでしょ、はい、レッスン日はテスト日だと、はいはい、ね、だからアシスタントと言うとさ、その時に例えばシャンプーがうまかったら、その時にシャンプー合格ってやったら次からシャンプー入れるわけじゃない、ブロー合格になったら次ブロー入れるわけじゃない、それによって自分のこう仕事がどんどん進んでいって、結果のテストに受かる回数によってスタイリストが近づいてくるっていう形になるわけでしょ、はい、だからレッスン日はねテスト日もしくは自分の成長を出す PR する日っていうふうに思う方がいいよって、はい、まあ俺は、ね、あの言ってるんだけどね、はい、うん、っていうのもね、やっぱねそのね結局ね自分の力を伸ばすことで、はい、こう自分の商品力が上がるわけやん。はい、わかります。例えばすごい iPhone が出ました、この今回の iPhone すごいでってなったら iPhone ショップ全員に利益があるやん。はいはい、まあ、わかるよね、言うてもね。はい、わかります。ね、例えばもうすげえ車が出ました、はい、トヨタから、ほらトヨタの販売店全員に利益があるやん、はい、ね、でもすげえ美容師がいます、はい、ね、うちに力コーポレーションにすごい美容師がいますとしても、他の力コーポレーションスタッフに別に利益あるわけないよね。そうです。なぜならその技術っていうのはもう完璧にコピーして違う人に移行できへんから。でも iPhone すげえ iPhone 出たってなったら、違うお店にもさ、はい、そこにもお客さん殺到してくるわけ、はいはい、でも俺がすごい美容師ですよって言っても他のお店にも別にお客さん殺到するわけでもない、ないわけでしょ。そうですね。だから結局はね、その自分の商品力ってのはやっぱ自分で上げないといけないわけ。よく言うように、10年間美容師を続けれる人は専門学校に入った、はいはい、ね、専門学校に入った中で、10年間美容師を続ける人は全体の 10% してもいい、 10% もいないという、そんだけみんな辞めていくわけですよ。むっちゃ辞めますね、 10% めっちゃ辞めるね。まあまあ、それはいろんな都合があって辞めるやろうけど、ね、やっぱりね多くの場合なかなかこう成果が見えないということで、まあ、辞めていくっていう方が多いわけですよね。だからお店とかを出したとしても、まあ、飲食店ほどではないけど、やっぱりこう10年以内で、まあ、ほとんどのお店っていうか、まあ、はい、まあまあのお店がこう閉まっていくっていうね、はい、で、まあ、この前2極がないって言ったけど、あ、2極がないって言ったけど、その競争はまあまあ激しいわけなんですよ、はい、やめるか続けれるかっていうね、まあような話があるんで、やっぱそう、じゃあそこの違いは、ね、続けれる人と、うんうんうん、お店もこうずっと続くところと美容師も続けれる人、何が違うのって、やっぱり商品力が違う、基本的な、なるほど、その商品力は自分でつけないといけない、うん、そこのお店に所属したからといってその商品力がつくわけじゃないよと、はい、だからうちのに入ったからといって俺の技術が身につくわけでもないわけでしょ。そうですね。そう、自分でつけないといけないから、うん、やっぱりね、レッスンっていうのは自主的にやる、うん、た方が強制はしませんか。強制はもうできませんけどね。はい。はい、あのいいよって、別に やらなくてもいいよ。やらなくてもその自分の中でうまくなれれば、うんうん、いいんですけどね、はい。でもなかなかそういうところもね、あの難しいんでね。はい。強制はしませんけど、やっぱりその自分の商品力ってのは自分でつけないといけない、そういう世界だということを踏まえた上で、まあ、レッスンに取り組んでもらうというのがいいかなと思いますけどね。はい。ほうこちゃんもよく練習してましたもんね。してた方だと思うよ。あ、本当ですか。うん。まあ、まあでも上には上の方がたくさんね、うん、やっぱいますけど、やっぱね、でもね、レッスンしないなっていう人もやっぱり今までいるわけですよ。なんかあんまり練習、そうそうそう、あんまり練習せえへんなって、普通に帰るようなとか、レッスン日も嫌やきようなとか、そう、分かるんですか、そんな、なんとなく分かるやん、あ、まあ、やる気みたいなものがありますね。でもそういう人間ね、あの俺が見たところほぼ美容室続いてないですね。あ、そうなんですね。うん、申し訳ないけどやっぱ続いてない。うん、やっぱりもう10年間で9割ぐらいの人辞めちゃうからね。はいはい、うん、だからまあまあほとんどの人辞めるんですけど、うんうん、やっぱそういう人はまあ続か
続けれることができないかなと、まあそういう世界であることは、あのまあ事実としてね、もうそれが言い悪い別にして、ね、俺はそれいいと思ってないんですよ、うん、やっぱいろんな人がやっぱ長く続く業界していかなきゃいけないと思ってるんだけど、まあ今現在のところそういう事実があるというふうには思いますからね、はい、しっかりと自分のね、自分が頑張ることによって自分の商品力が上がりますからね。そうですね、はい、誰のためにレッスンするんでもないんでね、はい、自分のためにするんでね、はい、だからそういう感じで頑張っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、2019年日産 TV オンラインショップスタートしました。過去の動画で紹介したコルタシザーと日産コーコ仕様モデルなどを紹介してます。動画概要欄の URL から一度覗いてみてください。コツは、はい、いつもどれぐらい練習する？いつも営業後2頭切って帰ってます。2頭って牛か。私の話するんです。頭です、頭。分かっとるわ。普通に喋ってくれ、普通に喋ってくれ。インタビューやから、インタビュー。